しくなるのは自
ない。だって私のストーリー願うだけじゃダメでしょうさ。別次元へ悲しむ果てしる静かな淡い明るさともう一歩先へ。Thank you.
カです。はい、ピングル担当加藤の井です。はい、ミントグリーン担当あやめまりんです。はい、紫担当佐野るかです。はい、青色担当まぎせりかです。よろしくお願いします。お集まりの皆さん、マリア本日はね、暑い中、こうやってあやね、トリオさん務めさせていただいて、最後まで残ってくださってありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ここであやいから告知をさせていただきます。あやい、次のライブなんですけれども、8月の22日、上野の方でビアフェスタに出演させていただきます。こちらのライブなんですけど、ワンコインで見れるので、よかったら皆さん遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして私たちあやいは10月17日火曜日に新宿ブレイズにてセカンドワンマンライブが決定しています。イエーイ。はい、こちらのライブはこの5人で初めてのワンマンライブで、はい、なんか大人の青春みたいなのをイメージしたコンセプトなんですになってて、みんなも騒げるような青春が、青春って何？青春を取り戻そうみたいなね。そうそうそう、ね、みんなが今してないわけじゃないけど青春をね、みんなで一緒に体験しようみたいな感じのライブなので、もし今日ね初めての方多いと思うんですけど、気になった方はぜひ、最近は X は X だね、X のアプリを見て、ブログなど詳細に載ってるので、ぜひゲット、あげてじゃない、チェックしてください。よろしくお願いします。はい、そしてあやこの後終演後に特典会があります。納豆新規の方はチェキとトークが3回できる回数券を100円で買えちゃいます。100円、あいあい初めて見たよって方もいっぱいいると思うので、ぜひ初めましてお話ししに来てくれたらとっても嬉しいです。それでは以上、私たちあいあいでした。ありがとうございました。